ドランド・ジョルジェ・ピレス・ダ・ホンセカは、カーボベルデ・サン・ビセンテ島出身のカーボベルデ系、ポルトガル人、サッカー選手。プリメーラリーが SC ブラが所属。ポジションは DF。ポルトガル代表。SC カンポ・マヨレンセのユースでキャリアを始めた後、2003年の18歳の頃に、ディスボンをホームとする CF、ベルネンセスに加入した。2004年にトップチームへ昇格した。 8月28日、ホームで3から0で勝利した CS マリティモ戦で一部、リーグデビューをすると90分フル出場した。その後、出場機会を増やしていき、レギュラーとしてプレーしていくと、2007から08、シーズンに全試合に出場、チームはリーグ8位でシーズンを終えた。2008年8月15日、FC ポルトとの4年契約にサインした。 遺跡初年の2008から09のシーズンでは、衰えの見えるペドロ・エマヌエルとのポジション争いを制し、ブルーのアルベスト CB を組み28試合3ゴールを記録、リーグとカップの2冠に貢献した。2010から11シーズンは、ほとんどの試合に出場し無敗優勝を経験した。UEFA ヨーロッパリーグ2010から11では、2011年2月17日のセビージャ FC 戦で、 ヘディングシュートを決め2から1で勝利に貢献。最終的にチームは決勝まで進出し、タイトルを獲得した。さらに、国内カップ戦も優勝したことにより変則的ながら、トレブルを達成した。2011から12シーズンを前に、アベイロで開催されたスーパーカップでは、ビトーリア・ギマランイス相手に先制点と決勝点の2ゴールを決め2から1で勝利した。 2013年1月31日、SSC ナポリに買取オプション付きのレンタル移籍したが、結果は残せず、買取オプションは行使されなかった。2013年8月10日、インテルミラノに1年間のレンタル移籍が決定。29試合に出場し4得点を記録したが、完全移籍には至らなかった。ポルト復帰後は、出場機会が激減し、 2015年2月2日、RSC アンデルレヒトへ、レンタル移籍した。2015年8月31日、オリンピックマルセイユへ、レンタル移籍。2020年2月27日、フリートランスファーで、SC ブラガに加入した。カーボベルデで生まれたが、14歳のポルトガルに移住。2006年に、市民権を獲得すると、すぐに、 U-21 代表に抜擢され、UEFAU-21 欧州選手権2007に出場した。2009年2月11日、ファロで行われたフィンランド代表との親善試合で、ポルトガル代表として出場し、1から0でデビューを勝利で飾った。2010FIFA ワールドカップのメンバーに選出されたが、出場はなかった。ありがとうございます。